はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日はね、日の豚セカンドさんに来てるんですよ。というのもね、まあ、こちらのお店、先日お邪魔してた日の豚の人形町の駅前店さんと、まあ、同じ系列のお店なんですけど、あちらとはね、ちょっと毛色が違うスープとかを変えていて、違うラーメンがされてるんですよ。今回いただくのが、まあ、デポのラーメンですね。でこのラーメンもなんか裏メニューがあるみたいで、大師と、小岩、これね、ちょっとスープが違うらしいんですけど、一応ね、大師の方が、まあ、導入化のスープで、小岩の方が微乳化のスープになるみたいで、まあ、これもね、注文の際には裏メニューという形で注文できるので、ぜひ皆さんもお試しください。で、こちらがね、新メニューになるんですけど、今後出る予定の大師丼でございます。それがね、一応ね、そのラーメンとのセットって感じですね、ご飯物となります。で、プラスね、ほんとこれ、汁なしの赤ってこれ、温度真っ赤ね、めっちゃ辛いらしいんですけど、まあ、今日はこのセットでいただこうと思いますので、お願いします。はい、いただきます。いや、いいな。なんか全然違うわ。うまっ。もともと日の豚さんって結構導入家系のドロドロっとした感じのイメージなんですけど、こっちのセカンドの方はね、返しがまず効いてる、すごいピッと効いてて、でもスープも甘くて、かつね、乾水がちょっと強めの香りが強いんで、ね、これがめっちゃ合う。すげえうまい。丼も絶対うまいよ、これ。うん。あ、うまっ。な。うん。うん。あ、これうまいよ。うん、豚そんでーかいの、これ豚がね、めちゃめちゃでかい。うん、うん、脂っぽ、間違いないですよね。これですよ。これ、これはやばいかもしれない、
うん、あらすすったらダメなやつですね、これ。うん、いや、うん、まあ豚がすごいことだって豚が事件です。うわ、どうぞ。ありがとうございます。来ました、例の。来ました。うん、うまいな。いきます。ありがとうございます。うん。残りの油を。よっ。一瞬で汗が吹けてきた。うん、はあ、うまいけどカレー。おい、油もらっていいですか。お湯で油もらってもらえますか。はい、はい、今ね、やっぱりスープが入ってない分ちょっとね、その動物系は普通のラーメンより弱いので、油とかのね、コールで追加した方が美味しく食べれるかもしれないです。好みですけどね。うん、うん、ありがとうございます。ああ、来た。うん、もう、うん、でも逆に辛くなさすぎてちょっと追加して、あー、もうほぼ全食いきだ。ピー曲はいよ。うん、うん、うん、じゃあちょっとラストいただいちゃっていいですか。ブンタキャンディーのやつデザートに最後。うん、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 ああ、いやー、ね、油とか残っちゃってるんですけど、基本的に具材は全部食べ終わりましたんで、ごちそうさまでした。